いやそれで日本の中にこうこれを見た後だよ、ずっと後にそのグリュネバルトのイーゼンハイムの祭壇画を見た後に、日本ではそういう畏怖を感じるような表現ってあるのかなってずっと思いながら、うん、ある時そのこれは大学院に通ってた時に彫刻のなんか授業でその高村光太郎の美についてっていう本をなんか読む機会があって、うんうん、それ一冊結構細かく読んだ時期があるんだけど、その中にそのほら高村光太郎ってロダンっていうフランスの近代の彫刻の祖って言われてる、その人に指示したので、いや近代の彫刻ってすっごいんだよって、とにかく日本にはない世界で私たちはこういうことを、ま、芸術として学ばなきゃいけないっていうようなさ、ちょっとこう啓発的な啓蒙的っていうのかな当時は、うん、そういう文章を残してて、でその中にいや日本には彫刻らしいものは確かにあるんだけど、仏像とか、うん、あるんだけどそれとは違う芸術という概念があるっていうさ書いてて、 それの中にあの、なんだっけな、この人の作品を紹介してて、それすごいちょっと批判的なことを言ってたの、松本喜三郎っていう、うん、この松本喜三郎の作品は芸術作品ではなくて日本のまあ写実的な、まあ、仏像に近いものだけど、これは人形絵師、あ人形師で生き人形っていう世界を作ったけれども、これと芸術は違うってことが書かれてた、なんか、うん、それでその松本喜三郎っていう人の作品は見なきゃいけないなと思って、どんなものかすごい気になって、その時にはそれにはさ挿絵がなかったのよ、うんうん、ついてなかったから、で当時インターネットもないし百科事典で調べたらちょっとこういうさ写真が出てきて、ちょっと見てみたいな、なんだろうなこれと思って、でこの上国寺っていうのが熊本にあるっていうことしか分からなくて、なんか一生懸命地図で調べてこの上国寺に行きました、うん、行ったことある、なんかここもさすっごい遠くってさ、なんか熊本とかあの九州ってさやっぱり1日に1本か2本しかない電車の線路とかあるのよね、うんうん、なんか大分とかあの辺の湯布院とかあの辺の近くなんだけど、なんかそういうとこ通ってたのかなんかって帰りに通ったか忘れちゃったんだけど、すごい中でそれで上国寺って言ったらさ、なんかすごい当時は普通の民家みたいなところの畳の上になんかポンとさガラスのケースが置いてあって、でこれが置いてあったの。今はねなんか熊本で地震があったせいかちゃんとこういう風になってるみたいなんだけど、でこれね見た怖かった、やっぱりこれ、うん、これねイーゼンハイムの祭壇画にすごい近い何かを感じた、すごく、うん、でもさ高村光太郎はこれは芸術じゃないって言ったんだけど、私の本音で言うとね、私も多分あと100年ぐらいしたらこれ国宝になるんじゃないかと思ってるの、うん、今はこれなんかこの地域の重要文化財かなんかなんだけど、うん、うんで なんかねその言い分がこの当時はそうなのかなって思って鵜呑みしちゃったんだけど、高村光太郎はただ単にロダンをロダンの近代彫刻というものを学んでそれを、うん、紹介したいためにそれがすごいっていうふうに言ってただけで、自分の文化日本の文化についてむしろこう無知だったんじゃないかなと思うの、なんか、うん、うん、あんまり深く考えてなくて新しいものを取り込まなきゃいけないっていう方にばっかりに頭がいってたような気がするの、うん、でこれさアメリカのさスーパーリアリズムで紹介したことあるじゃない昔、前に、うん、あの中にアメリカの太ったさ男の人とか おばさんみたいなのを、あ人形の人ですね、そうそう、なんかデュアン・ハンソンとかっていう
名前だったんだけど、いたいた、あの人とさどういう違いがあるのかなってすっごく考えさせられるね。うん、うん、それであれもすごいほらアメリカ人のリアルをもうさそのまんまそのモデルにこの型作っ、あの型を取って作ってるって、毛穴とかさ髪の毛もさそのまま使ってあのリアルに再現してるって紹介したんだけど、これもね実はちゃんとモデルを使ったっていうことが出てて、もしかしたらあのそういう写実のモデルを使った彫刻家の初めての日本人の作家じゃないかなって私思ってるの、うん、でこの人の動機っていうかこれを作った由来が邪魔してて、このなぜこれを作ったかっていうと、この人の作品これはあの西国33カ所巡りっていう巡礼がある の、 あのほら四国33カ所巡りってあるじゃない、うんうん、あれと同じでその関西地域あの岐阜から関西地域にかけての33カ所のお寺を巡って昔の人は、うん、御利益をいただくっていうさ旅行旅をしてたらしいのは江戸時代、うん、でそれをみんながみんなできないから、その小さな小屋に33箇所の巡った、まあ、観音様みたいなのをこう置いて、そこを通っただけで御利益がもらえるっていうさ、なんだ見せ物小屋みたいなものが浅草にあったらしいの、うん、でそこに昔からその江戸時代に入ってから、そのなるべくこうリアルにさ再現したいじゃない、その、うん、巡ったかのように思うためにはどうしたらいいかって工夫して、そこで要するにこれ老人形の館みたいなさ、うん、ああいう感じでリアルなこのみんなの逸話っていうか伝説、残ってる伝説とかをリアルに人形にで表現して、それをみんなで見て楽しむみたいなさ、うん、そういう見せ物小屋があった中の一番最後のところにこの谷組観音って観音像っていうのが置かれていて、これは巡礼姿観音像っていうんだけど、そのこれは意味はその谷国見観音っていう、うん、逸話が残ってて、その33箇所巡るのもう疲れて歩けませんっていうあの人の旅人の前に観音様が現れて、あの旅人の姿で現れて、一緒にもうちょっと頑張りましょうって言って後ろをこう振り向いたっていうね、うん、それが観音様に見えたのか、観音様がそういうその人に乗り移ったのか、その人が観音様だったのか分かりませんっていう伝説が残ってるわけよ、うん、でこれを最後にこうバーンとこう表現したいと思って、この松本喜三郎はこれを作ったらしいの、うん、でそれがもうさ生々しく、これはもうちょっといろいろ修復何度もしてるらしいんだけど、うん、これはあの霧の木をあの等身大、やっぱりモデルを使ってもうリアルに作って、そして5分なんだけど、その顔はやっぱおしろいなんかもつけて、もう本当に人肌のように見えるそういう肌を作って、この最後このもう疲れたっていう旅人を振り向いてるっていう場面をこう作って、みんながもうびっくりしたっていう、もう生きてるかのようだっていうんでもう大騒ぎになって、それが瓦版になって、まあ、人々に知られたっていう、そういう作品なの、うん、でこれは ただの見せ物なんだっていうのがその高村光太郎の言い分なのよ、うん、人々をびっくりさせるために作っただけなんだ、芸術品ではこれはどう芸術品とは言えない、そういうものは芸術品ではないんだって言うんだけど、私はなんかこれすごいそのデュアン・ハンソンすごい被るから、これも日本のもこう培ってきた、なんていうかこうファイン、最初はファインアートじゃなかったんだけども、なんかそれとの取り越したっていうか飛び越えちゃったっていう、そういう作品なんじゃないかと思ってる。民衆のための、民衆が楽しむ、民衆になんか
こう仏教を布教するっていうことを超えて、なんかこのコンセプトの中に人形に人間の魂が乗り移るとかさ、うん、それをこれに引っ掛けてなんか生々しさがここに宿ったっていうことをなんかこう表現たまたま表現できちゃったっていう作品なんじゃないかと思って、うん、それはなんかさ観音様が乗り移ったとかその観音様が現れたっていう現象にすごくリークするっていう、だからそれが表現できててすごいなと思ってるんだけど私は、うん、うん、ピンとこない、ピンとこない、そう何も、うん、そのなんだろうな、僕、まあ、僕は特になんだろうけど、うん、僕あんまなんか日本画とかあんま興味ないんだよね本当はね、あ本当全体的に、うん、だから興味を持てないんだよいつも、あの美術館の常設展とか行っても、うん、こういう日本のなんかに人形とかさ、うん、あの 絵画っていうの 絵とかさあるけど、どうも何をどうすごいと思っていいのかが分かんなくて、うん、なんかねその職人技みたいなのは感じるんだけど、うん、そこなんだよね、要するに感心するのはいつも技術ばっかりで、うん、その奥に何かあるとかっていうのはなんかあんまり、まあ日本人だから当たり前すぎるっていうのもあるのかもしれないけども、うん、あんまり何も感じられないんだよね。こういう昔はだから見せ物小屋どういうものかっていうと、これは三人勘定のまあひた祭りみたいなね、普通はこうきちんとこう座ってるじゃない、立ったり座ったり、うん、それが生々しく動き始めてるっていう様子を、この明治時代に入ってもそういう展示が人形で展示されていて、うん、そういうものを作った人なのね。この人は一人でやってるわけじゃなくて何人もそういう彫刻師がいたみたい、当時人形師っていうか、うん、でこういうものが実はこれはあとで紹介する、これスミソニアンっていう自然史博物館に実は日本人のこの松本喜三郎の作品が残ってて、うん、要するにそういう感じなのよ、杉野さんみたいな感覚だからみんな日本人が、うん、だから明治期に入ってみんな売っちゃったみたいアメリカに、うん、そういうものだから日本に残っているのはこの唯一このさ松本喜三郎はこの作品がほらお寺に入ってたから、これはもう松本喜三郎も全身もう渾身の作だからやっぱりお寺に入れてほしいって頼んで入ったのね、そのお寺に置いてもらうことになったから残ってるんだけど、他のものはみんなねアメリカに売られちゃったの。でもさ入ってるとこがさ博物館でしょ。そうなの、よくなぜかっていうとね